高テストステロンかっこいい。令和の時代は高テストステロン、勃起力を上げる、加齢臭を防ぐ。こんにちは、夏山です。滝本です。今回はテストステロンについて話していきます。テストステロンとはモテホルモンと呼ばれる男性ホルモンのことで、男性のセックスにおいてとても重要な役割を果たします。なんでモテホルモンって言われているかなんですけど、女性はより優秀な遺伝子を選び抜き、子育ての環境を整えるっていう本能から本能的にテストステロンの量を読み取って男性を選別しているんですね。まあ、要するに女性はテストステロン量の多い男性を好むっていうことになります。はい、もう男性にとってテストステロンがもう大事すぎて、私滝本は男性を見るときにテストステロンの量で見るようになってしまいました。そうなんや。そう、仕事ができて、うん、温厚でいい匂いがして体が引き締まってる人を見たら、あーこうテストステロンかっこいいっていう風に思うし、理不尽にキレてる人とかを見ると、あーテストステロン低いんですねっていう感じで見てます。顔よりもテストステロン。テストステロン。へえ、うん。昭和とか平成の最初の頃に、こう三高って言われてたんだけど、それって聞いたことある？うん、ある。けどだいぶ前じゃないそれ。そう、だいぶ前。うん、結構古いんだけど、うん、高身長、高収入、高学歴、うん、って言われてて、でも今の令和の時代は一高で大丈夫。一高。一高。何その1って？高テストステロン。ほんまに余計なことは一切考えない、うん、もうこれだけ、高テストステロンだけを注目して、うん、男性も女性もこれこそが男性のステータスで、じゃあテストステロンの作用って何ですか。ここからが本題なんですけど、うんうん、まずですね、テストステロンは一番重要、勃起力を上げる。重要。大事でしょ。一番重要だと思う。大事だよ。これは20代とかには響かないかもしれないけど、うん、30代以降は絶対必要だからね。いや絶対いるでしょう。あとはこれよく聞くのが、筋肉がつきやすくなる、やる気が増える、メタボを予防してくれる、加齢臭を防ぐ。そうなんや。そう、加齢の衰えを防いでくれるっていう効果があって、へえ、うん、いいねそれ。あとは記憶力とか集中力を上げる、精神を安定に保つっていう効果もある。ストレスホルモンを排除してくれるんだよね。で、女性は毎月ホルモンの乱れがあるのね、バランスがこう変わってくるんだけど、男性ってホルモンバランスの乱れっていうのはないんだけど、20歳を境にどんどん下降していくの、テストステロンが、テストステロンが下がっちゃったら何が問題かって言ったら、まず一つ大きなのは ED やだ。で、2つ目がうつとかで、3つ目があんまり知られてないんだけど、男性更年期障害っていう、女性のは聞いたことあるかもしれないけど男性にも起こるんだよね。どういうの、男性更年期障害って。ちょっとイライラしやすくなって切れやすくなっちゃったりとか、あとは寝れなくなる、不眠とか、あと疲れやすくなったり、結構女性の更年期障害の症状と似てるんだけど、これが最近だと結構30代の方から起こり始めてる、結構注意しないといけない。テストステロンそのままにしとるとこう下がっていっちゃうでしょ、だから上げないといけないの。どうやったらテストステロン上げれるかっていうと、一応今日は10か条っていうことで、まず一つ目が思いっきり働く、こう努力とハードワークっていうのがテストステロン上げてくれるのね。で、二つ目が1日1回リラックスした環境を作る、ストレスをためないっていうことが大事、ストレスがテストステロン下げちゃうの。三つ目が食事を大切にする、でもちろんバランスのいい食事を心がけるのと、個食を避ける、一人で食べない、誰かと一緒に食べるとテストステロンが上がる、自分の好きなものを食べるとかも
ダメな一人で。あ、いい、いい。そう、いいんだけど、まあ、よりプラスしていいっていうのは、うん、人と関わりを持ちながら食べるっていうのが、よりテストステロン上げてくれるから、うん、もし相手がいるんだったら一緒に食べた方がいい。なるほど。で、4つ目が、忙しい時こそ短時間でエクササイズをする。なんか重要よな、それ。重要だよ。忙しい時こそね。そう、うん、ストレスが溜まりやすいでしょ、うん、バランスも崩れやすいから、そういう時こそ短くてもいいからエクササイズを必ずすること。うん、5つ目がいい睡眠をとる。基本やな。6つ目が仲間を大切にする。7つ目がおしゃれをする。8つ目が凝り性になる。凝り性。そう、これがあの研究したりとか勉強したりするのも、うん、テストステロンに効果的。没頭するとかってこと、なんかに。そうそう、好きなこと見つけてそれに没頭する、うん、いう時間がすごく大切。なるほどね。9つ目が大声で笑う。10個目がワクワクする。これはあの、うん、目標を持ったりとか、うん、新しいことにチャレンジしたりとか、ワクワクするようなことを日々、うん、何かやる。これがね、テストステロンを上げるのに大事なこと、うん、他にもあるんだけど、主に10箇条で覚えてみてください、うん、はい。ということで結論としましては、男性はとにかくテストステロンを上げることを意識するということが大事、うん、ということでよろしい？はい、一個高テストステロン、これだけ。信じて大丈夫ですか？大丈夫です。はい、じゃあ、うん、俺も一個を目指します。目指してください。はい、最後までご視聴いただきありがとうございました。